どうもチョコレです。エルルカスリーです。前回に続けてやっていきたいと思います。とりあえずね、ライブラリね、増やしながら、今 93.9% かなりね、時間かかってるんですが、なんとかちょっとずつ増やしてます。で、とりあえず大物系をね、作れるようになったんで、それだけちょっとまとめて動画撮ろうかなと思ったんで、動画撮りたいと思います。何体かね、もう作れるようになってるんですね。で、それを作ってちょっとライブラリで見たかったんで、まあ、それだけの動画なんですけど、とりあえずサイコピサロ、ジャシン・レオソード、ラプソン、デスタムーア、ガルマッゾ、インヘーラー、ジェノダーク、結構、S ランクモンスターばっかりね。いやー、いったな。かなりね、頑張りました。まあ、とりあえずジャシン・レオソード作ろうかな。あんま強くないな、こいつ。でも結構かっこいいな、やっぱジャシンっていうなんかその感じが。ジャシン・レオソード、いいね。よし。結構ね、まあその、もうライブラリもほとんどいっぱいなんで、今 94% ぐらいなんで、もうここら辺からかなりね、1匹作るのにちょっとまあ、20分、30分かかったりするんで、まあまあでもまあ、100% はね、まあ、なんとか頑張ればいけるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、僕基本的にそのポケモンとかドラクエとかで図鑑 100% までしたこと一度もないんですね、過去に。だから今回初のこんなやり込んでね、やったんで、もうせっかくならね、ちょっと 100% 行きたいんでね、うん。維持でもちょっと行こうと思ってます。よし。レオソード。こいつかっこええな。なんか使いたくなるな、こいつ。かっこええから。うん、まあ、これでいいか。おお、二刀流。二刀流なんや、こいつ。まあ、レオソードも二刀流やったんか。よし。これ。まあ、とりあえず見よう。いやー、ジャシン・レオソードかっこええわ、これ。で、あんま使ってる人見ないですね。ジャシン・レオソードは。さてさて、見ようか。あら、ハテナ系かな多分。ジャシン、煽った。おー。まあ、似た能力しとるな。どっちかってこっちは攻撃型かな。特性は全然違う。ゼンガードブレイク。こいつゼンガードブレイク持っとんやん。強えな。こいつは、微妙いな。そうやって見たら、ちょっと圧倒的に普通の方が強いんちゃうかな。これ多分。プレッシャーも持っとるし、ゼンガードブレイクあるし。こいつはまあでも言っても、スタンダードキラー大剣豪、ギラブレイク、時々黒い霧。あんまり強くないな。心を闇に取られて消去したライオンの魔物、日本の剣豪巧みに操り、あらゆる剣技を使いこなす。汚れた包帯アイテム。まあ、全然ちゃうやん、構えが。なんでこのダメージ受けましたみたいな。ちょっとダメージ受けちゃいました。ちょっと後ろから見たらだいぶダサいな、こいつ。髪型がちょっとなんか、もっとなんか、あるんかと思ったけど。あ、こんなもんなんか。なんかこれまさ、デジモンっぽいな。デジモンに出てきそうやな、これ、刀身でよそうに。まあ、こいつもデジモン出てきそうやな、ちょっと。よし、じゃあ次行くか。あとまあ、新しいパーティーも並行して作っていこうと思ってるんで、まあ今はとりあえずライブラリ集めをメインにやってますけど、まあ新しいパーティーも作っていくと思います。さてさて、次誰行こうかな。まあサイコピサラとかは別にどっちでもええから、うん。やっぱまあ、これかな。うん、あんま見たことない。こいつ行動範囲持っとるやん。松ボインヘーラー。なんて読むかわからんけど、多分松ボでんかな。これは何なんやろ。松本インヘーラーってなんか、あれかな、ヤンガスかな。ヤンガスと不思議なダンジョンに出てたような気がするんやけどな。わからん。元はどこで出てたんかわからんけど。ドラクエのでも多分、8以降だと思うんですね。こいつ出てくるとしたら多分。最初の方にこんなやついなかったと思うんで。もう名前がね、新しいっぽいですよね。この松本っていう感じが。インヘーラー。まあ、こいつ結構、ええな。一枠やし、で、行動範囲持っとるし、まあ、守備も高いと。賢さも高い。ガーディスとトロで。うん、トロでも作るめんどくさかったな、これ。よし。行こう。まあ、松尾インヘーラー持っとこう。まあ、ジェイム。まあ、これ持っとこう。あれ、3つしか持たれへんのか。そうか、そうか、なるほど。どれやろうな。ワタボウ。まあ、これいらんな。別にワタボウはいらんな。宴会。これは別にな。サージタウス。いらんな。シュベルカップ SP。これ持っとこうかな、一応、なんとなく。魔王ジェイム。
まあ、これも微妙やな。いらんな。まあ、松本インヘーラーと、これでもブレスガードダブルであるんでかいよな、これ。うん。ガーディス。ガーディス、魔法トーン、魔法が、魔法トラ、リザオラル。まあ、リザオラルええな。持っとくか、一応。よし。もうこいつ結構なんか使いたいな、なんか。ええな。あ、でも弱っ。こいつ耐性弱っ。まあでもそうか、あれか。行動範囲持っとるからこんな弱いんか。マインド混乱麻痺全部弱点はちょっとエグいな。うん。なるほど。そんなところですな。でもちょっとなんか結構、うん。こいつかっこええな。使いたくなるような、なんか愛嬌がある。こいつには。あいつ何属性やったかな。まあ、やばもうとりあえず全て見た方が早いわ。松坊さんどこ行ったっけ。松坊さんもあいつ SS ランクやから、まあ、ここら辺におるでしょう。松坊、おっとっと。松坊インヘーラー。トロでガーディス。人間たちの欲望を吸い込んで弱な魔物化した壺。世界の全てを吸い込む我が物にしようとする。おお。やっぱこれヤンガス出た気するな、なんか。多分ヤンガスで、うん、みたいな気がする。行動や神の息吹。こいつ神の息吹覚えるんやな。G、あ、でもサイズ G か。うん、ブレス系か、こいつ。ブレスのコツと神の息吹。まあ、ブレス系ですね、これね。うん。まあ、結構いい。うん、なんか使ってもいいかなっていう顔しとるけど。まあ、でも次はとりあえず、エグラのチキーラを中心として、パーティー組むっていう予定があるんで。まあ、多分そこからは外れますね、この松本インヘーラーは。まあ、多分エッグランドチキーラーが人なんで、まあ、人で統一するか、それかエッグランドチキーラー二人組なんで、二人組のモンスターだけで統一するとかね、まあ、どっちかだと思います、多分。まあ、二人組のモンスターって言ったら、なんかダブルイーターとかなんか、プチボーとかね、結構なんかまあ、パッと思いついたのそれだけですけど、まあ、多分いると思うんで探せば二人組のやつって。まあ、二人組だけでパーティー組むとか、まあ、そっち系になるかもしれないです。ジェノダーク、ガルマンズ、デストムーン、ラプソン。まあ、ジェノダーク行くか。うん。ジェノルか、ちょっと。とりあえず、ジェノって、こいつでも賢さ高えな、めっちゃくちゃ。1000か。あ、でも、まあ言っても1000あったところでな。うん。ダメージ上限がな。やっぱ4枠じゃないと、999で終わってまうからな。晴天の霧があったら全然いいんやけど。まあ、でも2枠やから使いやすいっちゃ使いやすいですね、こいつ。いきなり冥界の霧。うん。使いやすさは、まあ、あるな。ただこの連続持ちはいらんな。連続はいらんわ、これ。うん。賢さがただのに連続持ってるパターン多いんや、結構。で、しかもこの連続を新生配合で消そうとしたら大体マイナス能力がつくっていう。うん。これは投げるよ。よし。でんでててててて。うん。ちょっとなんか思ったの違うな。ジェノダークなんか思った感じと違うぞ、全然。まあ、ええわ。さらに行こう。なんかもっとでかいんかと思ったけど、案外なんかちょっとしょぼかったな。ジェノダークもよくわからんけど、ドラクエなんもやん、10かな ?9 かな。ガルマゾ。こいつはジョーカーやな。うん。これ6やな。これが8。こいつ多分ドラゴンクエストモンスター2から入ったんかな多分、これ。まあ、とりあえずガルマゾ行くか。連続独特ボディ。賢さ高い、こいつ。うん、なかなか、賢いな、こいつ。ガルマンズもなんか愛嬌あるんやけどな。ちょっと気持ち悪いけど。まあ、ちょっとどころじゃないけど、だいぶ気持ち悪いな、こいつは。独特ボディもいらんな、これ。うん、ビリビリボディやったらまだ使えんことなさそうだけど、毒毒なんかしてもな、毒なんかで倒されんもんの敵。毒は弱いな。うん。長い。まあ、とりあえずこれが終わったら次の動画で多分新しいパーティーを作っていこうかなと思ってます。よーし。まあ、ガルマゾも取っといて、疾風ゼロ封じ。まあ、これも取っとくか、珍しそうやから。まあ、これも取っとこう。よし、これでいいわ。オッケー。キモシ。ガルマゾ。まあ、とりあえずガルマゾとジェノダークでも、拝見しようかな。拝見させてもらおうかな。ガルマッゾと、あ、おった、ジェノダーク。あ、じゃ、ジェノシドやん、こいつ。ジェノダーク。なんか、ジェノダークとかなんか使えそうやけどな、なんか。お、ガルマッゾ。
ドルマブレイク、くじけぬ心、一発逆転。微妙いな。なんかあかんな。モンスターを愛するある男が、魔物の力の源である、魔素を浴びて変化した姿。見た目は怖いが陽気な性格。ある男ってあれやな、多分。うん、持ったな、ジョーカーで出たって名前ちょっと忘れたけど。ちょっとキモいな。なんなんやろ、何をモデルにしようやろな、これ。まあ、気持ち悪いけど。で、あんま強くなさそうな感じ？一発逆転はあるけど。ジェノダークはどう？ジェノダーク。まあ、ジェノダーク、魔法高いしな、賢さ。ベタンブレイク、ギャンブルボディ、ザキブレイク。あー、なるほど。まあ、このザキブレイクと、この G になってザキ攻撃で、連続で敵を倒していくとかっていうのもあるけど、まあ、ギャンブルボディは悪くないな。でもあんま強そうじゃないですね、これも、パッと見は。師匠を作ったドラゴン。これドラゴンなんやな。その体に暗黒の力を宿した邪悪な存在。おお。腕4本なんやな。なるほど。まあ、あんまかっこよくない、正直。まあ、デザインは微妙やな。うん。まあ、とりあえず、次作るか。本当に全員行ってまおうかな。全員行っちまおうかな、とりあえずね。うん。一気に作ろう。キングヒドラ。デスタムーア。まあ、デスタムーア作ろうかな。連続、こいつも連続持ちないな。このなんか賢さ高いの連続持っとるっていう、この、微妙な、そこが微妙やね。あと AI1 から3も結構微妙やな。これ計算できんもんな、1から3は。やっぱ1から3より2の方がね、いいような気がしますね。計算しづらいもんね、1から3は。ギャンブルして強いよな。まあ、いきなり赤い霧とかは使えると思う。あと2枠。2枠か。まあまあまあ、使えんことないけど、まあ。でもやっぱ3枠の方が強いな。3枠は全体攻撃できるし。デスピサロとデスタムはね。ほいほいほい。まあとりあえずこれでいこう。いてつく波動か。まあ悪くないんやけどね、いてつく波動。苦心症。鉄壁。鉄壁持っとこう。まあ使えそうなスキルってあれで持たしておきます。そのまんまやな。なんか手がないんかな、これ。デスタムって昔手なかったっけな。今あれなんか大魔王の右手と左手に分かれてもとんかな。デスタムは顔だけみたいな。顔だけちょっとダサいな。やっぱデスタムーアは手があってこそデスタムーアやもんな。あれ？サイコスロできなった。あ、そうか。なるほど。デスピサロを使ってもだからな。まあ、ええわ。ラプソン行くか。ラプソン。ラプソン魔法型。HP 高いな。やっぱ3枠なんて HP 一気に高くなるな。こいつは守備も高いし、結構、でもこいつも連続持ったんやな。なんでこんな連続持ちなのな、全員。ジャミングブレイク。ジャミングブレイク確か結構悪くなかったよな。マホトラ系ですね。マホトラメダパニ系が効きやすくなるやつなんで。まあ、メダパニかける要因としてはありかもな。でも素早さ遅いな。こいつリバースやな。リバースかけてからのラプソンのメダパニで相手を惑わすっていうのはいけそうやな。うん。で、魔法も高いし。うん、いけそうやな、こいつ。うん、これ結構物になりそうやな。素早さも低いし。よし。まあ、作るか、とりあえず。まあ、とりあえず作ろう。よし。オッケー！完成！でかっ！でかいね。ラプソンこれ結構強そうやな、なんか。リバースと組んだら、うまくいきそうな感じはするんやけど。まあ、とりあえず見ようかな。さっき大学に入ったっけな。オムドロレスちゃうな。なんやったっけな。まあ、ラプソーンと、ラプソーン。魔法規定ボディ、ため規定ボディ。おー、ボディ系か、こいつ。あ、なるほどね。こういうのにいきなりスカルとか持たしたら、まあ、いきなりスカルはいらんか。こういうのにギャンブルボディとか持たすんかな、やっぱ。八起点ばかりに巨大化したラプソーンの真の姿。時空を歪めるほどの力で世界を支配しようとする。おー、いいね。ラプソーンこれ結構ええな。暗黒神ラプソーン。こいつめっちゃしょぼいけど、こいつなんか結構悪くないぞ。うん。これ悪くないね。で、あとで誰か作ったな、そういえば。あ、デスタムーア。これや。うわ、顔だけなっても取るやん。ダサ、ダサすぎるやろ、これちょっと。これはちょっとないな。うん。デスタムーアの究極体。夢と現実の狭間の世界から全ての人間を支配するため、人の夢を操ろうとした。
凍てつカード、吹雪ブレスブレイク、イオブレイク、秘めたる力。微妙いな。これは？これ作ってないな、それまだ。これ結構俺作りたいんやな。ヒヒールでの使い、邪神両層、お、邪神両層でいけるやん、これ。あ、これいけるやん、もう。まあ、この辺はちょっとよくわからんねんけど、いまいち。これもグレーになるか。このバルボロスがおらへんからな。バルボロスどっかでゲットして、ラズバーン。おー、でもだいぶ揃ってきた感はあるな。だって SS ランクもほとんど制覇したよな、これ。まだでもだいぶおれへんな。まだ見ぬやついっぱいおるけど。でも結構ね、制覇してきましたね、ちょっとね。よっしゃ、あとちょっとや。来たぜ。ついに、プレイ時間1218時間を。まあ、こんなやってないけど、実際。放置しっぱなしだから、あれ、増えとるだけやけど。94%! おー、来たー！あと 5%! あと 5% や。だから、モンスターにしたら、あと多分、30体ぐらいですかね。いや、もっとか。いや、でも30体ぐらいや、多分。あと30匹ぐらいですね、モンスターは。多分、新しい、まだ手に入れてない、図鑑マックスまで。おー、でも全種族まだ、なんやかんやマックスいってないんやな。97% か。あとちょっとやな、あと。来たな、これ。来ましたな、これ。いやー、長い道のりやった。なんかないんかすよ、新しいやつ。ミニューシュ。もうこっからネット使いながらじゃないとね、なかなかわからないんでね。トロールボンバー。まあ、これは簡単に作れるな。で、サイコプサラも多分、あとデスピサイロがあったらいけると思う。で、キングヒドラも多分、まあ、これもヤマタノオロチと何かしら合体すればできると思う。でも、これも簡単やろ、多分。まあ、ここら辺は多分いけそうですね。あとは図鑑に載ってないモンスターですね。図鑑っていうか、この簡易配合にもないモンスター。4体配合とかを、作っていく感じになると思いますね、多分ね。まあ、これは多分、まあ、内密にというか、まあ、隠密に、陰で進めておこうと思います。で、とりあえず、ま、20分もうすぐ来そうなんで、一旦とりあえず終わって、次の動画で、新しいパーティーの選別を、したいと思います。新しいモンスターをライブラリからとりあえず書き出して、前のトルネコのパーティー作ったみたいな感じですね。あんな感じでちょっとパーティーをね、決めたいと思います。で、そっから、ま、作って、次コミュニティ対戦を、やろうと思います。多分コミュニティ対戦できるのは、その新しいパーティー作るのは多分明日ぐらいになると思うんですよね。明日ってことは4月25日ぐらい。遅ければ26日ぐらいになると思います。多分今日決めてしまってスキルとか特性とか全部。で、それでそこからまあ、そこでまあ、育てないといけないんで、まあ、取ってきて、スキル取ってきて、特性とか全部、審査後で当てはめていくっていう作業があるんで、まあ、それがちょっと結構かかりそうな感じはあるんで、まあ、それをちょっとして、あれしたいと思います。まあ、申請の星何個あるんだっけ、今。24個減ってきたな。やっぱ減るな。まあ、ええか。はい。というわけで、とりあえずじゃあ一旦終わって、次、パーティー選別ですね。まあ、図鑑を見ながら、新しいパーティー、エッグランドチキーラをメインとしたパーティーを組んでいきたいと思います。というわけで、今回のはこれで終わります。ありがとうございました。